こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。オペラクロケット前に行きそうです。シグナルエリート、それに続いています。さらにはスペクトラム、2番ウィンドシュガー、その後ろオーネットフェアリー、どうやら後方からの競馬。それでは先頭から、先手を取ったのはシグナルエリート、内からはスペクトラム、オペラクロケット、その内に続いています。内からはウォータークイーン、その外からアンダーダッシュ。前に戻りましょう。先手を取ったのはアナバー、その外にオリーブルック、オペラクロケット、その内に続いています。オレンジの帽子シグナルエリート、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として11番アナバー、アナバー、さらにリードを広げました。2番手はアクティブモーションシグナルエリート、3番手残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アナバー先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 アナバー先頭だ。残り 100m、 アナバー粘る、リコーペガサス迫る、アナバー先頭だ。アナバー、アナバー1着、2着にはどうやらビコーペガサス、勝ったのはアナバー、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヒーバーゴルフローズ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。フラワーパーク前に行きそうです。ヒーバーゴルフローズ、それに続いています。さらにはピッコロ、14番パープルフリート、その後ろ。前に戻りましょう。ピッコロ先手を取りました。大きく離れました、ヒーバーゴルフローズ。さあ先頭は依然として15番ピッコロ、2番手はヒーバーゴルフローズ、フラワーパーク、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ピッコロ先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 ピッコロ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。フラワーパーク迫る、一気にフラワーパーク、ピッコロ大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、エルナンド前に行きそうです。ダムタラ、それに続いています。さらにはオーリング、6番ナリタブライアン、その後ろミシル、後ろからになりそうです。もう一度先頭から、先手を取ったのはダムタラ、その外からオーリング、その後ろにハートオブピエール、並んで5番クラシッククリーシェ、ナリタブライアン、後位をキープ。
エルナンド、そのうちに続いています。その外にキングズシアター、バランシーン、すぐ後ろその隣にウィングドラブ、その横にキラーマックス、これに続いてフェアグレイン、その隣にザルーブル、その外にライラックスクワート、最後方にミシル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ラムタラ先手を取りました。その外からホーリング、その後ろにハートオブピエール、その隣にクラシッククリーシェ、ナリタブライアン、後位をキープ、黒の帽子エルナンド、その後ろすぐ後ろにシングスピール、並んで11番、キングズシアター、すぐ後ろにバランシーン、その隣にウィングドラブ、その横にキラーマックス、フェアグレイン、すぐ後ろ前はラムタラ、ホーリング、ほとんど差がありません。ハートオブピエール、3番手ナリタブライアン、いい位置、果たして先頭を捉えるか。ラムタラ先頭、差はほとんどありません。2番手はナリタブライアン、先頭を捉えるか。やはりナリタブライアン先頭だ。ここで先頭変わりました。先頭はナリタブライアン、あと 200m、 先頭はナリタブライアン、残り 100m、 ナリタブライアン先頭、ラムタラ追いすがります。ナリタブライアンもう一伸び、先頭はナリタブライアン、1着でゴール。ナリタブライアン1着、2着にはどうやらラムタラ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ナリタブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。アメージングレース、前に行きそうです。続いていくのが OK2 世、その外からアンダーリーガル、その隣にレイシーインディー、その外からバンダイビーチ、内からはスプリングピート、その隣にゴールドサクラ、その横にオールフォルテ、その外からモリユープリンス、内からはサファイアメドウ、並んで10番、キソジゴールド、これに続くのがタフネスジャーニー、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番、後継2世、一気に先頭に立ちました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然として後継2世、バンダイビーチ、ほとんど差がありません。エイシインディー3番手、さあ後継2世このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は後継2世、4コーナーをカーブして、さあこれからです。後継2世先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。2番手はアメージングレイス、2番手はアメージングレイス、後継2世独走、後継2世ぶっちぎりです。後継2世1着、2着はアメージングレイス、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは後継2世。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はバラードテレサ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は東海ビッグ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、やはりバラードテレサ先頭だ。残り 100m、 バラードテレサ先頭、2番手は東海ビッグ、バラードテレサ1着、バラードテレサ完勝、バラードテレサ1着、2着はアグネスデライト、これは桁外れの強さだ。バラードテレサ4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はビッグビリーブ、阿武隈ポーロ先頭、2番手は大気プリテンダー、大気プリテンダー追いすがります。やはり強い阿武隈ポーロ、阿武隈ポーロ、阿武隈ポーロ1着、2着にはどうやら大気プリテンダー、阿武隈ポーロ見事1番人気に応えました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はツインターボ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は藤山健山、先頭を捉えるか、あと 200m、 先頭は藤山健山、東洋リファール必死に追いすがります。エアダブリン、アイルトンシンボリ追いすがります。エアダブリン、エアダブリン1着、2着にはどうやらアイルトンシンボリ、まずは前哨戦を制しました。エアダブリン、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはムッシュシェクル、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 ムッシュシェクル先頭だ。残り 100m、 カワチビダテ男抜けた。最内から一気にマチカネタンホイザー、カワチビダテ男、大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。